すいません、ありがとうございました。自分は、はい、大丈夫です。じゃあ大丈夫です。はい、じゃあコラボ部分はこれですね。はい、このじゃあよろしくお願いします。お願いします。ロックバンドの方とやるときは本当にね、ボードを蹴らないように気をつけないといけないって言われたあ、そうか、もうラストちょっと気をつけます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ラスト3、2、はい、オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。全然理解できない。ムンクです。ありがとうございます。呼んでいただいて本当にありがとうございます。何で太っちゃったんだろう。急に太っちゃった。すごい。楽屋戻ってて17時から取材よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。もう。入れそうっすね、俺行きましょう。お願いします。タケノコ、タケノコニョッキ、行き行き体感、体感ヨガすごい、ヨガもいいっすか。じゃあ、お願いします。まず俺だけ、シルバーなんで。じゃあ、お願いします。はい、では、うん、まあ、リアルに今日はありがとうございます。ありがとうございます。こういうご時世なんでね、バチホンの大きい音鳴らして、はい、いい感じにして、吹き通しましょう。よろしくお願いします。3、2、1、オー！掛け声の決まってないエンジンの怖さ。すごい。
ありがとう。なんで暖かいの？すげえ、なんで？やばい、気持ちいい。もう関西戻ってきて、自分たちの地元関西でスカイハイと親友スカイハイと一緒にツーマンやれることを本当に誇りに思います。本当にありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。3カ所あるやんツアーな、リオフカルマとチャンミナが他の箇所であるけど、我々ジオラルシガレッツ、バンドでございます。ラッパー、とはまた別でございます。4人で揃ってジオラルシガレッツロックバンドでございます。なんかやっぱりこうさ、私はヒップホップが好き、俺はヒップホップが好き、絶対あると思うわ、あると思うけど、ヒップホップ好きでロック興味ないって言ってるそこの君たち、今日ロックで惚れさせます。よろしくお願いします。ほんまにあったかくて最高です。ありがとうございます。ありがとう。なんかスカイハイトでやってからもう4年、5年ぐらい経つんですかね。2016かなに出会ったので4年、5年ぐらい経つんかな。やけどなんかいつでもなんかさ、2バンドつか、まあ2アーティストで対バンできるわって思って知らんうちに5年経ってました。なんかこう近くにいすぎるとこうなんかあんま触れへんみたいなあるやん。なんかこうさ、関西で言ったら大阪さん出るやつなかなか通天閣行かへんやん。なんかみたいな、そんな感じで通天閣みたいな存在でございます。スカイハイに関してはですね、もうみんなにこれ大阪やしちょっと告げ口しとこうと思って、あいつヘッドな関西弁使うんです。俺が悪いかなって思ってきて最近、5年教育してるんよ。そこのイントネーションちゃうわ言うて。5年間入れに入れまくった知識全無視で、最初から2歩ぐらいしか成長してないですからね。
あの今日も多分 MC で、ね、どうせ関西弁やってその関西弁喋ると思いますから、皆さん温かく迎えてやってください。よろしくお願いします。ほんまに幸せです。自分たちの名誉っていうものは、なかなか少ししか見つからんもんなんです、生きてる中で。数えきれるぐらいやと思うし、なんかいっぱいいっぱい友達がおるっていう人もいるけどさ、なんか実際じゃあほんまに死ぬ時助けてくれるやつどんだけいんねんって考えたらほんまに少ない数やと思う。俺は、スカイハイしんどくなったら絶対助けに行きたいなと思ってますし、一緒にシーン盛り上げたいなって、本当に心の底から思ってます。やっぱり、こういう風に支え合える仲間だったり、一緒にこう、愚痴言い合える仲間だったりさ、愛言い合える仲間だったりっていうのは、このコロナ禍ですごく大切になってきたと思うね。だから、こう、一人でやっぱしんどいなって、思う人もやっぱおると思うわ。だけど、絶対見つかるから、そんな簡単に見つかるもんちゃうから、ほんで。うん。だから、焦らんでいいし、絶対私にも俺にも、そういうやつが見つかるって思って、一生懸命前向いて、人生歩んでいってほしいなって思います。かっこいい人生歩んでるやつにはかっこいいやつがついてくるし、ダッサい人生歩んでるやつにはダッサいやつがついてくると思います。これはマジで、自分の人生全部振り返ってみたときにほんまに思えたこと。俺クズやったとき、クズみたいな友達しかおらんかったし、うん、でも、自分がしっかり自分のコンプレックスとか自分の弱いところとか向き合って人生歩んだ時にスカイハイみたいなかっこいい仲間と出会いました。ほんまにスカイハイ今日呼んでくれてありがとうございました。元気出していこうな。どんだけしんどくても前向いていこうな。I'm gonna keep it up.
本当の宝物です。ラストいくぞ。OK です。ありがとうございます。